群馬クレインサンダーズになります。昨シーズンが29勝31敗東地区の5位になりました。まあ、インアウト非常に目立った名前が目立ちます。アキチェンバース選手が渋谷に行って、まあ、ジャスティン・キーナー選手が、ね、メキシコに行ったりしてます。山崎選手が広島へと、はい。でインのところですと、まあ、これも非常に目立ったところ、コーフィリピン選手、辻選手、木村選手、ベンティル選手と、はい、非常にビッグネームの名前が並ぶなというのが印象的なところでございます。はい、僕とアズさんが2位予想、覇王くんとキュウジさんが3位予想、中野さん、山さんが5位予想というところになっております。まあ、低いところからなんで山さんからお願いします。はい、コメントの通りです。スイングとインサイドに地味に不安がありの先生なんで、そこの不安っていうのをどうやって払拭するのかなっていうのが、正直、楽しみであります。その、ウィングっていうと、ウィングっていうかフォワードですよね。が、まあ、そうはいるっちゃいるんですけれども、なんだろうな、点取れたりっていうので、まあ、点取るのが一番なんで、そこで点取れるのがトレイ・ジョーンズと MP3 が、まあ、3番、4番。まあ、あと、ベンベンティリもそこには入ってくると思うんですけども、そこって去年と変わってなくないっていうので、ちょっとそこら辺が気にはなります。で、まあ、インサイドもさっき言ったように、その、なんだろうな、さっき言った、ウィングと、なんだ、4番、5番の選手が、そのインサイドっていうところでは不安があるとは思います。あと、去年のガスケット後半に起きたガスケット問題も地味にそこで、まあ、コーフリッピンと辻直人と、あと、木村っていうのを入ってきたんで、ガードっていうか、ガードのところは、ガス欠問題は解決されてると思うんですけども、それ以外のインサイド寄りの、3つのポジションっていうののガス欠問題は解消されてない気がするんで、そこをどうするんだろうなっていうのは、個人的に、気にはなります。まあ、その中で、注目選手は、その、インサイドの ガス欠問題を、解消する、一手になりうる、八村アレンを、注目選手にさせていただいたらと思います。以上です。まあ、去年のね、八村選手、その最終盤、怪我人が続した時の活躍っぴきりっていうのは結構目立つところありましたからね。うん。うん。まあ、どうしてもね、お兄さんと比べられてしまう選手ではあるとは思うんですけども、アレン選手っていうのも非常に素晴らしいプレイヤーですからね。はい。では、3位予想になりました。キュウジさんいきましょうか。はい、豪華なロスターで強いと思います。2位の可能性も全然あると思っています。ただ、まあ、2位になるためには、まあ、そうですね、その豪華なロスターの中でロールプレイヤー、多分、木村くんとか野本八村か、そういった選手がそう、ね、どうやって成長していくかとか、どうやってチームに貢献していくかっていうところっていったところが注目かなと思います。注目選手コーフリッピンですね。この選手も本当に、まあ、スターとしてのその華やかさもあって、まあ、ロールプレイヤーとしても仕事はできる選手だと思うので、この選手がどういう立ち位置に、チーム内のどういう立ち位置に落ち着くかっていったところで、そのチームのその2位か3位かとか、そういったところが決まるんじゃないかなというふうに思っています。以上です。はい、たらここからが2位組でございます。あずさんと僕ですね。あずさんお願いします。はい、ちょっとキュウジさんと書いてることを被るんですけれども、スターターに入るであろう選手たちはすごく豪華に見えます。めっちゃ強いと思いますし。うん、ただ、ここからの各ポジション2番手以降を見てみると、うんってなってしまうのが、正直なところなんですね。さっきからたびたび皆さんから上がってるように、バスケってやっぱりチームの選手層っていうのもすごく大事な要素の一つですので、そこが群馬というチームはもう一つ上の段階、まあ、2位よりもさらに上の段階に行くために、一つ必要なことなのかなと思います。それができないチームではないと思っていますし、ただ今年はこれはこれで非常に強いし、2位に入ってくる可能性十分にあると思いましたので予想させていただきました。注目選手はですね、まあこの方は本当に成功体験は非常に多く揃えている選手ですし、現にそれは前の所属チームの広島でも存分に発揮してくれたと思います。正直驚きの移籍でしたが、群馬でもその力を存分に発揮してほしいなと思います。辻直人選手を挙げさせていただきました。はい、じゃあ僕の方でございますね。僕は去年の群馬を見てた時に一つの問題点としてあるところは、勝負ところで仕掛けられる日本人がいないなっていうのがずっと感じてたところです。どうしても勝負ところにマイケル・パーカー選手であったり、まあ、トレイ・ジョーズ選手だったり
ここに頼るところがあってなかなかちょっと日本人で仕掛けられない。でそこはどうしても対策しやすいので対策してしまう。でそこからの出し先ないなーっていうのはずっと見てて思ってたところなんですけど、そこにコーフィリピン辻直人っていう自分で仕掛けられるプレイヤーが来たというのが非常に大きいですね。これを裏と表で使うことができますので、まあ、ここは非常に強いと思う。でずっとみんなの話で出ているエゴに走らずにチームになれば、これがチームになれるかどうかっていうのがすごい重要 で僕は自分の中で一つの理論があって、ロールプレイヤー気味の選手に向いている選手っていうのは、まあ、確かにいるんですよね。いると思うんです。これはロールプレイヤーに向いている選手と、まあ、スタープレイヤーに向いている選手っていうのは確かにいるんです。なんですけど一番強いのはスタープレイヤーがロールプレイヤーに回った時なんです。はい、能力ある選手がロールに回った時がこれが最強のパターンです。だって能力ある選手が自分の役割一つ減らしてくれるんだもん。もっと能力ある選手に自分の役割を任せて、はい、自分は一歩引くっていう状況を作れる。そうすると攻撃の受け先が増えるんでもっと強くなるんですよね。まあ、これはあのレブロンが初優勝した時のチームを見てくださいという話になってくるんですけども、はい、そういうことです、はい、クリス・ボッシュがね、はい、その時は一歩引いたっていう話がありますけど、そういうことなんですよ。スター選手が一歩引いたロールになるのが本当に最強のチームなんですよね、うん、でそれが僕はできると思ってます。今シーズンの群馬に関してはもちろん非常に能力の優れた選手っていうのはいっぱいいるんですけど、例えばですけど辻がこれがね間の潤滑油役に回るとか、回ってショットをあくまで打つ役割に走るとか、まあ、木村君にしても、ね、非常に才能豊かな選手なんで、まあ、木村君は、ね、まだまだスタープレイヤーと言える選手ではないですけども、はい、3&D のタイプの選手に持っていくとか、マイケル・パーカーがその役割を担うとか、僕はそういうことが全然できるチームだと思っているんで群馬に関しては。でそういうことをさせられるヘッドコーチがいるとも思ってるんで、なんで最大値を引ければ僕は2位まであると思ってます。優勝できるかって言われるとちょっと悩ましいんですけど、またそれは一丁一短でいかないんで、うん、最大値引いたら僕は2位まであるし、ウィナー買うならここかなと思ってます。わあ、なるほど一番オッズ美味しそうなんだよなってちょっと思ってしまっております。